このストレッチでウエストがマイナス42センチ。皆さんこんにちは、中川ゆうきです。先日視聴者さんからウエストがこれだけ細くなった、さらに履けなかったスキニーパンツまで履けるようになったというふうにツイッターで教えていただきました。そして直接 DM でやり取りする中で、細かくですね、どのようなエクササイズをしてこれだけ痩せることができたのか、そしてその痩せるためのプロセスというのをね、聞き取りさせていただいて、それを来年発売します本の中で激痩せのコツというのをね、まとめて掲載させていただいてます。実はこっそり概要欄の方から出版する本の事前予約が始まってますから、気になる方は事前予約しておいてください。そして今回の動画というのは、この女性が実践されてお腹痩せ、足痩せを達成できたエクササイズをギュッとまとめた動画になっています。前半の3本はお腹痩せと足痩せ、そこから先の動画というのは僕がおすすめする動画です。すべて過去の人気動画のエクササイズパートだけをギュッとまとめた濃縮動画になってますから、ぜひ皆さん毎日のルーティンにしてみてください。それでは激痩せストレッチスタートです。もし壁がある方は、壁にお尻、背中、頭をつけた状態で倒していきましょう。しっかりと背中を伸ばす。壁から背中、頭が離れなければ、綺麗な姿勢、薄く長いお腹を保てていますね。しっかりと脇腹に効かして、しっかり心拍数上げていきましょう。 OK、 パルクウォーキング、止まらずに足踏みを繰り返すことによって酸素を取り入れます。深呼吸頑張って。はい、では今度はツイストをしていきます。しっかりと体をねじる、ねじる。はい、この時におへそは正面、胸が斜め、もしくは後ろを向くぐらい頑張って。ここでは腹斜筋をしっかりと意識して脇腹を使いましょう。 OK、 軽くウォーキング、深呼吸忘れない、大きく吸って、目いっぱい吐く、肺をいっぱいいっぱい膨らまして。はい、今度はサイド、少しレベルアップしてます。手の位置が胸の前から頭の後ろ、重心点が遠く遠く遠ざかれば、それだけしんどくなっていきますよ。きつい時はこっちに戻して大丈夫、自分のペースで選んでいきましょう。 OK、 はい、ウォーキング、軽く歩いて、深呼吸、絶対呼吸は止めない。はい、ではこのままツイスト、いけそうな方はしっかりと遠くへパンチ、しっかり肩と肩が入れ替わるぐらいにねじりを深めて、あとは目線も遠く、目線を送れば送るほどしっかりと体はねじれていきます。 OK、 深呼吸吸って、目いっぱい吐いて、はい、では足を開いていきますよ。もうちょっとレベルアップ、少し上、いや、ここら辺から結構しんどい、これね、きついなと思うときは胸の前、ファーストステップでいいですからね。いや、呼吸止めないで、吸って吐いて、吸って吐いて、オッケー、ウォーキング、最後もワンセットいきましょう。足を開いて、膝の向きはまっすぐ正面、このまま深くねじっていきましょう。この時に膝が内外にこうやって動いちゃう方は、これ膝で動いてますからね、内に効きません。膝を痛める原因、必ずお皿は正面向けたまま、胸をひねるひねる、この意識、つま先から頭のてっぺんまでコントロールして。 OK、 目いっぱい呼吸、でここから最後はめちゃめちゃレベルが上がってます。これはきつい、指先を遠く、しんどくなったら肘曲げてもいいですからね。きつい、壁から背中が離れない、浅くてもいいですからね、倒す範囲、余裕があったら深く。 OK、 目いっぱい呼吸して、OK、 最後はツイストでおしまいです。いきましょう、しっかりと拳を遠く、遠くの壁を叩くような感じ、目いっぱい遠くへ、嫌いな人の顔を思い浮かべて、はい、もうちょい腹斜筋が喜んでますね、もう一息遠く、
OK、まあ、急にね動き止めないように心拍数ね、保ちながら深呼吸。OK。 はい、ではまずは片方の足ばかり足を上げて下げて、ふう、20秒だけです。しっかりと返る足、股関節を外側に開いた状態、内股にねこうなりやすいのでしっかりとここ縮めていきましょう。ふう、20秒だけですね。しっかりと息を上げて、呼吸は止めない。ふう、吸って吐いて吸って、 OK。 10秒休憩。今度は反対の足ですね。これ左右で上げやすさ違いがあったりするんで気づきを持ちましょう。では今度は左足アップ。ふう、よいしょ。どうでしょうか。僕はねこっちの方がしやすいんですけど、人によってね反対がしやすいとかあると思います。苦手な方はねちょっと意識的に高く上げたり頑張ってやっていきましょう。左右の歪みを整えていきます。ふう、 OK。 きつい時はねもっとペースゆっくりでもいいですよ。止まらずに少しねウォーキングするように有酸素運動。今度はツイストです。ふう、この腹斜筋、斜めのラインをしっかりツイスト。肩と膝を交差するぐらいねじって、よし、よし、吐いて、吸って、吐いて、吸って、頑張って、もうちょい、ラスト、OK、リラックス、深呼吸、ゆっくり吸って、吐いて、できるだけ呼吸を深めて、今度は反対の足、ツイスト、戻す、ツイスト、戻す、できたら胸が横を向くぐらいねじって戻す。ふう、はい、で酔わなければね目線まで斜め後ろ、そうするとウエストくびれ効果が高まります。 OK。 はいです。まあ2分経過ですね。今度は縮める動きとねじる動き全部ミックスでツイスト。ふう、自分のかかとをタッチしに行く。吐いて、吸って、吐いて、吸って。もちろんこうやってゆっくりでもいいし、余裕があったら、はい、間髪入れずに早く。よし。はい、です。これもね、やっていくうちにちょっとずつね、心肺能力が上がってスタミナつくと楽にできるようになってきます。反対いきますよ。でもね、ヒートはね、心拍数上げないといけないので、体力ついてきた方はちょっとずつね、ペースを上げたり、もしくは深く屈伸入れたりですね、はい、ね、調整していきましょう。2時間歩くよりはマシと思ってね、しんどいかもしれませんけど、一緒に頑張っていきましょう。では今度はさらに深めていきますよ。ツイスト、自分の太ももの外側をタッチしていきます。では、いきましょう。はい、人差し指とお皿はまっすぐ正面に向けてください。この向きがねこれでずれてしまうと足が歪んだり膝が痛くなります。太ももがね太くなる原因、必ず足の向きまで注意して、脇腹も力入ってますか。よし、 OK。 足踏みもしんどい人はね呼吸しとくだけでもいいですよ。では反対側、よし、これがね折り返し地点です。4分。このあとね同じ種目を繰り返してあと4つだけいきますからね。どうですか、体熱くなってないですか。体幹部、お腹周りをしっかり使って、ナッシュ、OK。 最初の返る足、腹筋に戻っていきますよ。はい、ここからまだいけそうな方はちょっとずつ強くしていきます。強度アップ。よし、はい、縮めたこの脇腹を使う。よし、はい、しんどいなって思うときはゆっくりでもいいです。はい、そうですね、無理しないで。ただ早くなるとね呼吸止めやすいから呼吸は深めて、よし、 OK。 さあ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 、もう少し、ここからあと半分ですね。今度は反対の足を上げてきますよ。はい、この膝を上げるというよりは骨盤と肩を近づける、しっかりここを縮める筋肉、お腹で上げる、足じゃないですよ、
ここ効いてます。腹斜筋が縮む、戻る。さあ今度は自分のかかとを立ちできたらねじるプラス縮める、2つの動きが混ざってますよ。さあ行きましょう。はいはい、さあ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 、もう一息ねじりを深めて、はい、ここも人差し指とお皿の向きはまっすぐ正面、あっちゃこっちゃね向かないように足まで綺麗にしていきましょう。はいです。しっかりお腹周り熱くなってますが、いきますよ。足は肩幅の 1.5 倍ぐらい、はい、行きましょう。深くツイスト、戻す、はい、せーの、よいしょ、はい、目いっぱい吐いて吸って吐いて吸って、体を縮めてさらにねじる、これ終わったら次最後、はい、です。ラスト1種目、皆さんよく頑張ってますね。頑張りますよ。ここから脇腹腹斜筋を使ってツイスト、はい、しっかりねじって、どうですか、腹斜筋が喜んでますね。お腹周りを意識して、いけそうやったらちょっと深くタッチ、もう一丁、あと5秒、OK。 どうしても手だけで動かしたくなるので、体幹、この肩の位置がね動いてれば OK。 ラスト1回いきましょう。ふうふう、よいしょ。へそは正面向けたまま上半身をねじる、胸がねじる、あと10秒、いける、いける、いける、まだいける、きつかったら休憩してもいい、最後5秒、呼吸して、ふう。使うのはラップの芯です。ラップの芯がない方は視聴者の方にお聞きしたんですが、100均にすり鉢棒が売っているそうです。そのすり鉢棒でやってもらってもいいですね。ではこの芯を全肩骨筋に置いて、このコロを転がしていきます。しっかりと上から下へすねをほぐしていきましょう。結構ね痛いと思います。前から少し外側もやってもらってもいいですね。特に痛いところがあったら、そこを重点的にグリ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 とほぐしてください。結構長い筋肉なので、上だけじゃなくて足首に近いところ、この時ね骨に当たったら痛いので気をつけてください。痛気持ちいいぐらい、そのぐらいを目安にしてほぐしていきます。こういうね作業をする時もね、呼吸は止めないようにしましょう。目いっぱい鼻から吸って、口から吐いて、はい、いいです。今度はこの際に角っこを当てます。骨の際に置いて正座で、この状態でコロコロほぐしていきます。でグリグリとね、骨の際に置いて、この筋肉だけを端っこで引っ張り出すような感じ。これねシンプルに激痛です。めちゃめちゃ痛いですね。なので心地いいと思えるぐらいの体重のかけ方探してください。思いっきりね本当かけすぎたら相当痛いので、もう嫌になっちゃいますからね。気持ちいいぐらいのところ、ちょっと痛みが強く感じるかな、痛気持ちいいかなぐらいの境目ぐらいでほぐしていきます。これがあまりにも痛いときは、さっきの自分でほぐす方に戻ってください。でゴロゴロ転がしてもいいし、固まってるとこ見つかったら止まっても OK。 はーいです。 OK、 今度は反対しましょう。めちゃめちゃ痛いですね。今度は反対側も同じように前肩骨筋をコロコロ転がします。足のむくみとか疲れが出やすい方もこれはね非常におすすめです。手で揉んでもいいんですけどね、めちゃめちゃしんどいので手が疲れやすい方、特に女性の方はこういった道具を使ってもらうのがいいですね。前だけじゃなくて横の方とか足首に近いところ、自分のどこが硬くなっているのかをしっかり探してみてください。
あとね、ストレッチはお風呂上がりでやってもらうのはすごく効果的ですし、なかなかお風呂上がりに時間取りにくい方は別に朝昼晩いつやってもらってもいいです。しないよりはした方が絶対いいですからね。はい、OK。 じゃあこの骨の触って当たる骨の際にラップの芯を置いて、これは強烈に痛いので気をつけて、はい、ぐるっと押さえながら、まあまあ痛いですね。これはね、呼吸止まりそうになりますから、呼吸は止めない。腹から吸って、ゆっくり口から吐いて、ちょいと痛いですけど、できる範囲で。僕みたいに長男じゃない方は我慢できないかもしれませんけど、大丈夫です。これ無理してする必要はありませんからね。で、すねの下の方、足首に近いところも長い筋肉ですから、全体的にバランスよくほぐしましょう。もう一息頑張って。はい、です。かなり痛いです。でもこれだけでも足首がかなり曲がりやすくなる方多いと思います。ここからあとは制限になっているふくらはぎの筋肉をほぐします。最後、内側からでも真ん中でも外側でもいいです。まあ、この前と後ろ側の筋肉をしっかりとほぐしてあげる。これだけでも足首はすごく動きやすくなります。まあ、下の半分しっかりコロコロ。特にヒラメ筋とヒルク筋のこの境目、これがね、はっきりしない方、ふくらはぎが下がってしまう方は、この境目しっかりほぐしてください。このヒラメ筋が硬くなることで、ふくらはぎが下がって足首が細くなったり、筋がなくなっちゃいます。足首の細さを出したい方は、しっかりヒラメ筋をほぐしておきましょう。これもね、まあまあ痛いと思います。OK、いいです。今度は反対ですね。これコロ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 ね、しながら自分のどこが固まってるか見てくださいね。できたらこの、見やすいようにね、足上げます。行儀悪いけど許してください。こうコロ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 しながら、ふくらはぎのこの上半分は、腓腹筋という筋肉です。そして下半分は、ヒラメ筋ですね。足首ですね、こう曲げてしまうと、筋肉が突っ張ってほぐれないので、足首軽くだらーんと伸ばしておいた方が筋肉柔らかくなってほぐれてくれます。コロ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 転がしましょう。で、内側でもいいし外側でもいいし、バランスよくまんべんなくほぐしていきます。ちなみにふくらはぎの筋肉はこの膝裏を超えてついてますから、結構ね、膝の真裏とかこういったところまでほぐしてもらうことも大切です。はい、イエース。これでふくらはぎの前と後ろ、しっかりほぐれました。ここからストレッチをしましょう。必ず骨盤は垂直に起きるように、クッションもしくはベッドの上でもいいです。椅子に座っても OK。必ずまっすぐに起こした状態でストレッチをする。これだけ守ってください。そして今日のポイントは、足首を曲げるとき、指を反らさない。しっかり足首から曲げる。これがポイントですから、ご自身の靴下かなんか挟んでつまんでください。この状態でまずは足首を曲げる、戻す、曲げる、戻す、できますか？これがね、できないと足首なかなか柔らかくなってくれませんからね。で、膝がね、一緒にちょいって曲がっちゃう方は、膝を固定して、よいしょ、この前頸骨筋、キューッと収縮して、ここを縮むから足首が曲がるんだっていうことをしっかりイメージしながら、筋肉と会話してください。筋肉は友達です。この動きをしながら、前頸骨筋の存在を感じて、できない方はね、この動きだけひたすら毎日5分ぐらい練習してもらってもいいですよ。では、この足首を曲げる動き、意識をしながらストレッチしていきましょう。このまま足首は直角に曲げて倒す。はい、この時ふくらはぎしっかり伸びてますか？余裕がある方はしっかり手で掴んで引き寄せます。掴めない方はタオルとか引っ掛けて、引っ張ってもらうだけでもいいですね。どちらでも大丈夫。選んでいきましょう。しっかりふくらはぎがストレッチされていきます。思いっきり息を吸って、で、はい、吐いて、
呼吸のためにふくらはぎが緩んでいきます。いけそうな人はじわじわ前に前に倒して伸びてきてますね。そしてすねの筋肉、前頸骨筋にも力が入ってくるとバッチリです。何回か前のね動画でも言いましたが、しっかりと逆側の筋肉を使うと伸ばしたいところが緩んでくれます。上半身筋抑制という機能があります。今度は反対側、はい、足首しっかり曲げます。かかとを前に押し出すイメージ。倒すのがきついっていう方はもうね倒さなくても OK、 足首曲げるだけでも十分足首の動きが出てきてますからね。選んでください。いけそうな人はじわじわ前に前に思い切り吸って限界まで吐く、吐く吸ってゆっくり吐いて、じわじわふくらはぎ伸びてきてますね。おへそから地面に近づけるような感覚、頭とか胸を近づけようと思うと猫背や腰痛が出ますから、必ず骨盤を起こしてから倒す、これだけ守ってください。はい、いいです。このイメージを保ちながら、お、足首を曲げていきます。せーの、はい、この時もしっかりとこのふくらはぎ、特に膝を曲げたまま足首を曲げるとひらめき、足首の下の筋肉が伸びます。足首を細くしたい方、このアキレス腱という筋を出したい方はしっかりこのひらめき筋を伸ばしていきましょう。なかなか伸びきりの人は最初にやったラップの伸力をフォローするマッサージをもう少し長めに 2,3 分とかやってからこのストレッチをしてください。筋肉伸びない方はまずはほぐすことから始めてみましょう。もう一息頑張って、長く吸う。呼吸はね絶対忘れないでください。呼吸止まると筋肉は固まります。リラックス。はい、で反対側、足は拳1個の幅にして、膝とお皿、つま先ですね、まっすぐ向けて倒します。この向きがいろんな方向を向くと足歪んでしまうので、余計に足が硬くなったり太くなります。必ずこの向きは揃えておいてください。思い切り呼吸して、胸で膝をじわーっと押す、かかとは地面を押す。体重をかけるときにかかとが浮いちゃうと足首は伸びませんから、必ずかかとは地面を押すような感覚。もう一息頑張って、長く吸ってゆっくり吐いて、この次はちょっぴりハードな種目が入ってきます。きついときはこの種目か1種目目戻ってもらってもいいです。できそうな方は一緒にチャレンジしましょう。はい、ではこの靴下はおっぽいと放ってください。で次はお尻を持ち上げて、かかとを壁にプッシュ、ふぅ、思いっきり反って目いっぱい吐く。腰を反らすと伸びが強くなります。かかとを押して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 伸びにくいなって時は、交互に歩くようにウォーキング、しっかりかかとを地面に押し付ける、ふうふう、これだけでもふくらはぎの筋肉がほぐれていきます。ほぐれて伸びそうになってきたら両方のかかとを押し付けるっていう感じに選んでもらってもいいですよ。あと10秒ぐらい頑張りましょう。ふう、腰を反って目いっぱい呼吸、ふう、はい、いいです。最後はおまけです。あ、では1個挑戦していきましょう。このまま足を上げる、戻す、上げる、戻す、上げるときにふくらはぎがね、もっと伸びが強くなります。足上げるので重心が少しね前に来ますから、そのときにもっともっと足首が曲がってふくらはぎが強く伸びる、うん、きついときはね待っといてください。無理しないで、いけそうな方は足が高く上がる、うん、よいしょ、
おっ、きつい。これ周りの人にね、ぶつからないように気をつけてください。よっ。何回かね、これ僕もやってて、机蹴って足激痛にね襲われたことがありますから、周りの状態はしっかりと注意してやってください。おう、オッケー。いけそうな人は反対側、きついときはね、これまでやった種目に戻してもらって大丈夫。ほっ、ほっ、よいしょ。50秒しんどいなっていうときは、もう10秒でもいい、20秒でもいい。できる人はチャレンジ。よいしょ。ただね、上げたままキープでもいいですよ。これでも結構ね、軸足、ここ。めっちゃ伸びると思います。ふう、思い切り吸って吐く。よいしょ。ほっほっ、まあ、しんどくなったらね、いろんな動きをしてごまかしてください。よいしょ。もう一息だけ。熱いっすね。頑張って。ほっ、よいしょ。はい、それでは行きます。足を一歩大きく前に出して踏み込んでいきます。この時に伸ばしていくのがももの前の筋肉です。この太ももの筋肉見えますか？ここ伸びてる感覚だったらバッチリです。ぎゅっと前に前に重心をかけて。ただこの時にね、ももの前固まってる人は腰が反ってきます。反るとももの前の筋肉縮んだままになってますから、しっかりと骨盤を起こす。お腹とお尻に力を入れて骨盤を垂直にしていきましょう。するとももの前の伸びが強くなっていきます。ふう。これ膝が痛い人はタオルとか引いといてくださいね。言うの忘れてました。このままじわっと前、しっかりともも前が伸びる伸びる伸びる。ふう。はい、いいです。では今度は反対側いきましょう。入れ替えます。逆足を一歩前、分かりやすいように一度前向きますよ。はい、このままじわーっと前に。足は腰幅保ててますね。さらにこの骨盤の高さ、多くの方は出した足がキュッと骨盤上がってきます。できるだけまっすぐ平行のまま出すと、もっと伸びが強くなっていきます。人によっては内ももやお尻、こういったところに力が入りますが、それも正解です。普段使ってない筋肉をしっかり使っていきます。ふう。止まってるのがね、しんどい時はゆっくり前と後ろを目いっぱい息を吐いて、吸って吐いて吸って、伸びてる感じはありますか？ふう。もう1セットいきますからね。よし。はい、です。入れ替えましょう。で、しんどい方はこのまま膝ついたままでも大丈夫。いけそうな方はこの膝を浮かしていきます。ふうふう。ここがちぎれそうなぐらい伸びます。痛い感覚、これね、筋肉が喜んでます。伸びをしっかりと感じて、ふう。しっかりとのかかと、後ろのかかとを遠く遠く押し出すように。でも恥骨を前に押し出すようにして引っ張り合います。しんどくなったら膝ついてぐーっと前、これでも大丈夫で、まだいけそうな方は、まあ、おまけです。できそうな人はこうやってね、足引っ張るともろにももの前が伸びてきます。これで太ももの前ちぎれそうになるんで、無理しないように。あと膝も痛いと思いますから、クッション引いといてください。できるやつを選んでやっていきます。はい、いいです。入れ替えましょう。もちろん膝ついたままでもいいし、いけそうやったら、よいしょ。はい、少し膝を持ち上げて前後に、前、後ろ、前、後ろ。ももの前が伸びてますか？ひたすらももに力入ってしんどすぎるっていう時は、膝をついてもらっても大丈夫やし、これでまだいけそうな人は逆に膝を曲げてもらって、ちょっぴり強度アップチャレンジしてもらってもいいです。できたらね、苦手なやつを少しずつできるようにしていきましょう。すぐできなくても大丈夫。1週間2週間
ぐらいね、続けていく中で少しずつできていきます。はい、お腹は薄く、骨盤をまっすぐ垂直に。あとは呼吸を忘れないで、長く吸ってゆっくり吐く。はい、です。あとは内ももとお尻、はい、このように足の上、足をブロックなどに置いて、下の足を持ち上げて下げる、上げて下げる。これだけでかなり内もも、地面側の内ももですね、使ってる感じがあると思います。ふう、呼吸は止めずに吐いて吸って吐いて吸って。このブロックはね、何でもいいです。クッションでも枕でもいいですし、安定して膝の位置を固定できたらバッチリです。伸ばした足は遠くへ引っ張る。そして少し体の後ろで足を上げ下げすると、最初に言いました、歩くときは足を後ろへ伸ばした状態、そんなイメージをしながら内ももも鍛えていきます。いやー、結構内ももしんどいですよ。はい、です。入れ替えましょう。今度は反対側。はい、膝を置いたら下の足、地面側の足を上げて下げて上げて下げて。ふぅ、目いっぱい呼吸しましょう。今はね、1セットだけにしてますが、余裕がある方は2セットから3セットぐらいしてもらってもいいです。一つのエクササイズ、できる範囲、自分のペースに合わせてやっていきましょう。そしてこの下の足は体の少し後ろに引いて、そこで上げ下げ、結構ね、しんどいと思います。足、体の後ろに引いた方が辛いっていう方は普段弱っている証拠です。苦手な角度を探しましょう。しんどいところの方が筋肉はね、嬉しいですよ。使ってる感じがするはずです。ふぅ、もう一息。はい、です。では今度は上の足を持ち上げて、お尻、中臀筋と言います、股関節の外側の筋肉を鍛えていきます。ふぅ、この時に最初に言いました、骨盤が傾く方は、今で言ったらこの地面側のお腹、ここがね、地面にベチャーってくっつきます。ここをできたら浮かしたまま、マウスハウスと言いますが、ネズミが通るぐらいの穴を保っときます。そしたら足の上げ下げをしても、ちゃんとお尻、ここに効いていきます。これがお腹の脇腹にスペースが潰れちゃう方は、お腹を潰して足の上げ下げをするので、お尻があんまり使えません。必ずよいしょ、ここ画鋲があると思って、おへその下に、地面と脇腹に画鋲があっても刺さらない。いやー、きつい。お尻がしんどくて正解。はい、入れ替えましょう。反対側。最後です。もう一息だけ頑張りましょう。ほっほっ、地面側の足はね、ちょっと曲げてもらってもいいし、バランス取りやすいように。そしてここ触ったら、地面とお腹に隙間ありますか？ない方はこの骨盤を遠くに引っ張るイメージで、ここお腹に力入れたまま上げ下げします。あとね、ヒール履いたり内股気味の女性っていうのは、お皿が内側向いてます。少し外向きにしながら上げ下げをすると、思い切りこのお尻の外側、エクボのあたりに効いてきます。いやー、しんどくなってきます。これもね、ちょっと体の後ろで上げ下げすると、また違うところに力が入るはずです。しんどいとこ、苦手なとこほど頑張って。はい、 OK。 はい、ではいきます。まずは最初、背中、胸を張って、手を上と下です。息を吸って、はい、ね、肩甲骨、背中を寄せる感覚です。クラシックバレエのね、スワン、腕を動かすようなイメージです。白鳥の湖とかでね、こういう動きがありますが、これめちゃくちゃ背中にいいですね。ポイントは肩甲骨を寄せる、肘と肘を背中の後ろで合わせるような感覚で、余裕があったらしっかり上から下まで目いっぱい肩甲骨、背中を使って、これは上背部、上の背中を引き締めていますよ。吸って吐く、吸って吐く。できたら耳の後ろで手を
動かせるとバッチリ、さらに背中が締まります。そして胸を張りましょう。猫背をできるだけ直して、ふう、 OK、 リラックス。腕肩だるいですね。今度は胸張ったまま後ろに引くだけ。しっかりと胸を伸ばした状態で肘を後ろへ、目いっぱい息を吸って吐いて、吸って吐いて、息を吸うと胸が膨らみますね。そう、前が膨らむと後ろ側が縮むから、背中引き締めには吸いながら反らす、吐いて戻す、こんな感覚です。繰り返しましょう。目いっぱい、しんどい時は手の位置下げてもいいので、できる範囲で選んでください。使うところはこの辺り、肩甲骨、背中、上背部です。上の部分の背中を引き締めて、目いっぱいゆっくり吸って、吐く、吸って吐く、地味ですけど結構きついですよ。できる範囲で頑張って。でもしんどい時は休んでいいですからね。もう一息、 OK、 脱力。肩がねしんどい人は腕低いところでやって OK です。今度は腕を交互に回していきます。腕を外回しと内回し、特に背中引き締めるためには外回しの方を意識してください。外に回すときにこの辺り、背中、肩甲骨、腕の付け根、そういうところを使っていてます。ふう、これも最初は低い位置でも全然 OK、 慣れてきたらちょっぴり高いところ、交互に腕の付け根から回す。目いっぱい吸って吐いて、吸って吐いて、呼吸は止めないように頑張って、もう一息で、この時手先じゃなくてちゃんとここら辺、腕の付け根に力が入って、外回しできてますか？その感覚を意識し続けて、あと一息、 OK、 リラックス、脱力です。さあ最後ですね、腕を伸ばしきったまま後ろに引きます。はい、しっかりと肘伸ばしたまま後ろ、ふう、目いっぱい息を吸って吐いて、吸って吐いて、これいつもやってますが、ラップの芯とかを手の間に挟んでやってもらってもいいです。何か挟んどくとめちゃめちゃ効果がアップします。ちょうどこのね、腕、二の腕の付け根や肩甲骨、背中、この辺りを使ってますよ。ゆっくり吸う、吐く、吸う、吐く、しっかり後ろに腕を引き切って、ふう、しんどなったら休憩でもいいですからね。でもちょっとしんどいぐらいやったら一息頑張って、昨日の自分よりも1ミリ成長しましょう。よいしょ、あと5秒、最後、 OK。 今度は寝転んだ種目です。はい、では寝転んだ状態で手と足反対側を交互に上げます。はい、目いっぱい呼吸して、吸って吐いて、吸って吐いて、ふう、腰や背中使ってる感じありますか？しんどくなったらね、手だけでもいいですし、足だけでもいいです。慣れてきたら手足を交互に動かしてやりながら、苦手な方はないですか？人の体は結構歪みがあるので、苦手な方をたくさんやってください。ストレッチも一緒、得意な方よりも苦手な方をたくさんやって体のバランスを整えます。エクササイズをしながら自分の体に気づきを持ってください。あと10秒、もう一息、余裕がある人はパタ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 早くしてもいいですよ。あー、しない、ちょっと休憩です。では今度は少し背中を丸めて反らす。はい、丸めて反らす。丸めるときはしっかりへそを握って反らす。しっかりと背中を柔らかく動かします。背中もね、鍛えるときは反らすばっかりじゃなくて、たまにね、こうやって丸める種目も入れてあげるとさらに柔らかくなっていきます。ストレッチはね、バランスが大切です。しっかりと吸って吐いて、吸って吐いて、よいしょ。まあ、同じ種目ばっかりするのもね、結構しんどいですから、できる範囲で自分のペースでコツコツ続けていきましょう。
よいしょ、呼吸して、長い呼吸です。鼻から吸って、口から吐く。あー、いいです。さあ、もう一回。しんどいけど、一緒に頑張りましょう。もうちょっとだけですよ。あと数種目だけ。はい、では平泳ぎをします。ほっ。よいしょ。よかったな、手を少し浮かして。きついって思うときは、手をついたままでもいい。ちょっとだけ胸を浮かすイメージで、これだけでもね、かなり脊柱起立筋使ってます。だから背中全体使ってますよ。余裕があったら肘と肘を腰の後ろに近づけて、呼吸は止めないで長く吸って吐いて吸って吐いて、自分のペースでいいですからね。あと10秒だ。ちょっとしんどいっていうときは全然休んでいいです。わあ、最後一息、はいです。最後は浮き輪に気をつけるためにねじっていきます。できるだけ胸は地面につけたまま、足を反対側へ、タッチチェンジ、タッチチェンジ、ふう。できるだけね、肩を地面につけたまま、で僕みたいにね、ちょっと壁に近すぎると足が当たってつかないので、できるだけ足は遠くへつく、つくような感覚です。よいしょ。ちなみにこれができる人はね、結構背中も柔らかいので、腰痛の予防にも非常に効果があります。逆にこれが硬い人は腰痛の危険性がありますから、ちょっとずつね、柔らかくしていきましょう。いきなり無理をね、する必要はないですから、心地よくできる範囲で、吸って吐く。呼吸できてますね。その調子。はい、です。 OK。 はい、では最後ですね、しっかりと胸を反っていきましょう。ぐーっとお腹、胸を反らしてゆっくり呼吸です。日常生活ね、やっぱり丸めることが多いですから、できるだけ反らす動き、特にね、寝る前とかは ぜひやってみてください。これね、胸椎といって、この胸のあたり、ここがね、硬くなってくると自律神経が乱れて眠りが浅くなったり、自律神経の乱れにつながってきますから、極力胸のあたりは柔らかく、胸椎を柔軟にしていきます。これが腰つらい方は肘ついた状態でいいです。少し胸を反らす、今使ったこの脊柱起立筋、背中を使って反らす、そして息を長く吸う、目いっぱい吐く、どん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 呼吸が深まっていきます。はい、です。はい、皆さんお疲れ様でした。かなりしんどかったと思いますが、これだけの効果の実績がしっかり出ていますから、やはり切ることができますね。ちなみにこちらの女性にはアンケートを取らせてもらって、どのようなプロセスを経てこれだけ激痩せすることができたのか、どんなエクササイズをされたのかというのをね、聞き取りさせてもらってます。そしてそれを僕が来年1月に出版する本にお客様の声として掲載しています。気になる方はぜひ概要欄の方から Amazon リンクをクリックしてもらって、本のご予約を済ませておいてください。ちなみに初版の本をご購入いただいた方限定で YouTube ライブ配信などの特典をご用意していますから、楽しみにしておいてください。人数限定の特典になっていますから、お早めにお申し込みされるのがいいかと思います。ぜひこの動画のご感想はコメント欄の方にお願いします。そして高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。